ごご紹介ありがととうございまますす東京大学の滝沢と申します、えー、と日本語であのお話しさせていただきますのであの海外からのご参加の方の、えー、レシーバーをあのご利用いただければというふうに思います。本日のテーマあのメガシティ巨大都市における水管理ということでございます。えーあのまあ、東京は 日本のみならず世界を代表するあのメガシティの一つでございますけれども、えー、先ほどあの吉田理事長からも話しありました通りですね、まあ過去にいろいろなあの経験をし、まあ、今の,あの水システムを上下水道システムを作ってきたというあの経験がございます、えー、あのもう何度もこの会議の中で示されているので今さらというところですが えー、SDGs のゴール6の中にですねあの、えー、水供給と、えー、安全なあ衛生システムサイン停止システムというのがうたわれています SDGs の前にあの皆様ご存知のとおり MDGs というのがありましたけれども、えー、その中で、まあ、一例ですけれども、えー、あのスライドが英語で話すのが日本語でちょっと整、えー、語が取るのが難しいんですが 26億人がですね改善された水源にアクセスを得ることができた1990年以来ですね。しかし6億3,000万人3300万人ぐらいがまだ残されているというふうに書かれていますがこの26億人という非常に大きな数の中でですね19億人はあの パイプと,ウォーターと言われているいわゆるあの、えー、パイプで接続された都市給水によって、えー、安全な水に対するアクセスが得られたということになります。えーまあ、この数だけの問題ではありませんけれどもあの26億人中19億人という、えー、都市におけるまあ上下水道あのいわゆるあの管路を使ったあの水の供給それからあの下水道システムというのがですね、えー、世界中の,あの多くの人に対して 安全な水を供給し、それから衛生施設を提供してきたという、その役割というのは非常に大きなものがございましたし、おそらく SDGs の中でもですね、非常に重要な、あるいは最も重要な役割を果たしていくのは、多分間違いないだろうというふうに思います。あの世界の人口、72億から3億を超えたところだと思いますけれども、 えー、推計によりますと、えー、今世紀の終わり、来世紀の初めぐらいには高、ねえーまあ、位の推計ですと160億人というのが出てますが、えー、世界のいろんな地域で少しずつ人口増加があの、まあ、低,低減してくることを想定した、まあ、中位推計ですと、えー、大体109億人ぐらいということでいずれにせよです、ね、今の70億少しのところから、まあ、あと30億人ぐらいに人口が増加すると。 これはあの今はの70億ですからまあその半分ぐらいの人口がですね今世紀中にまだあの増えていくと日本国内では人口が減り始めてますけども世界ではまだまだ人口が増えていくというフェーズにあるということがとても重要ですしさらにですねその増えていく人口というのはどこで増えるのかということなんですがこのグラフの下の方の,あの丸い点ですねはあの、えー 農村部ですけれども都市部の人口がどん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 増えていくということでつい数年前にですね世界の人口の中で白い三角の都市部の人口がですね黒い三角の農村部の人口を上回ってこれから農村部の人口はそれほど増えないか少しずつ減っていくんですが世界中で人口の増加はですね都市部で起こっていくということが言われています。 で予,想により予測によりますと,です、ねえー、とこれは2050年までの予測ですけども、えー、2050年までにです、ね、都市部の人口が約27億人ぐらい増えるんじゃないかというふうに言われてましてでその増えていく人口の多くがです、ねえー、下に書いてありますデベロッピング・カントリーズと書いてありますが世界全体の27億人のうち24億人の人口増加というのはいわゆる開発途上国で起こっていく。 いうことになりますまさに東京、日本がですね経験した人口の急増という経験をですねこれから世界の多くの国がこれから経験しようとしているという状況にあるということになります。中でもですね世界のあらゆる地域の中でアジアというのは最もポピュラス人口が多い地域でありまして世界人口のおよそ60%がアジアという地域に住んでおります。 え続いて多いのはまあアフリカですけれどもえアジアではあの60%の人口が住んでいるだけではなくてですねこの表の一番あの右側にありますデンシティという人口密度を見ていただきますと世界に比べてもですねえまあ異常なくらい人口密度が高い地域であるということになります。これれだけけ多くの人がアああアジアは広いんですけれども それを超えてたくさんの人が住んでますので非常に高い人口密度の中で,です、ね、住んでいるでどこに住んでいるのかといえば、まあ、これは都市部に住んでいる人たちということになりますでその結果どういうことが起こっているかということですがこれは日本でも経験してきたようにです、ね、例えば水供給の分野でいけばあの水不足水の水源が足りない水供給する施設が足りないということになります えーあのまあ、いろんなところで問題になってますけれども、これはあの、間欠給水、インターメーターのウォーターサプライと言われている地域ですね、えー、についてあのデータベースを元にまとめてみたものですが。 世界の,、まあ、あのかなりの国で、えー、こういった間欠給水が行われていますが、えー、色の濃い地域を見ていただければ分かりますけれども、えー、アジアそれからアフリカに、えー、都市人口の増加に対してです、ね、水の供給があの足りない追いつかない。 結果として、まあ、完結的な給水しかできないという地域があります。我々の推計では約3億人と言っていますが、多い推計ではまあ6億人以上がです、ね、こういったあの事故等ではなくてです、ね、恒常的に完結的な給水しか受けられないという人がいるということですね。それから、都市排水も非常に大きな問題でありまして、排水が未整備な中で、あの左側の写真はジャカルタの洪水の様子ですけれども、 非常に大きなあの都市洪水がですね、これもあの数年に一度ぐらいのペースで起こっているということになります。右はあのサウジアラビアのジェッタというところですが、排水については全くあの機能がまそもそも雨がそれほど降らない地域だったので。 排水施設というものは必要なかったんですけれども、都市人口が増えて、水を使う人たちが増えてくると、ですねやはりしっかりとした下水道を含めた都市排水施設がないと、まあ、こういう洪水が起こってしまう、これがあの状態化してますが、こういった問題がですね巨大都市が増えてくるに従って、さらに悪化してくるということだと思います。 それ,に比べてそれに加えてあの、まあ、これもいくつかのセッションでお話しされましたけど気候変動という問題がありまして、まあ、これまで,です、ね、雨の降り方のパターンが近年変わってきているということがあります。これはベトナムの例ですけども107年,10年に一度の乾燥があって、まあ、非常に大きな川ですけどもレッドリバーと言われている川も、まあ、ほぼ干上がった状態になっているという,ようなことが言われています。 さてあの東京はですねあの2020年に今から2年後にオリンピックを行いますけども、東京の中心部、あの今、このお台場もですねそのオリンピックを行う中心部に位置しています。 えー、あのこれを支えるためにあの水道、下水道を整備してきましたけれども、まあ、前回のオリンピックではです、ねえー、オリンピック渇水と言われているような、まあ、水施設、水道施設の整備が、えー、まだ途上にあって、非常に困難な状況にありましたけれども、今、あの我が国の,あの水道施設を支える、例えば、管路ですけれども、まあ、地球を16周するぐらいの管路施設が出来上がっています。さらにあの管路を作ってているだけでではなくてですね 漏、えーまあ、水率もあの年々下がってきていまして、まあ、東京では2%から3%の非常に低い漏水率を維持しているということがありますし、まあ、下水道の分野でもですねこのお台場を含めてさまざまな技術が活用されてまして水をリサイクルして再利用して海浜の水質改善とかですね それから戦車等に使えるような水としてあの活用しているというさまざまなあの技術が普及してきているところでありますで、えーまあ、それで、えー、じゃあ問題が済んだのかということですが、えー、我が国の上下水道を見ますとまだまだあの大きなあのチャレンジがあの残されています、えー、例えばですけれどもあの上下水道の施設があの一生懸命作ってきましたけども老朽化してしまっているということ それから自然災害、あの日も初日に災害のセッションありましたけれども、大きな災害が毎年のように起こっているということ、それに対してさまざまな給水をしなきゃいけないことなど、いろんな問題があります。こういった問題についてです、ね、我が国はメガシティの中で世界の最先端を走っている技術、それからシステムを持っているというふうに自負しているところではありますけれども、さらに安心、 安全を高めた施設にして水を供給し、下水を処理するというようなことを目指してですね、いろいろな取り組みをしていかなければいけないということだろうと思います。その中にはですね、スマートウォーターと言われているようなさまざまな最新の技術を取り入れるということも含まれているだろうというふうに思います。我々の、この東京でですね、住んでいるこの東京でさまざまな取り組みが行われていますけれども、一つは、 気候変動に対してですね適用も必要ですけれどもその気候変動に対する CO2 ガスですねこれを排出を削減するためにさまざまなエネルギー削減ですねモーターシステムもポンプシステムは一つのエネルギーをたくさん利用使うシステムですから新しいポンプに変えたりとかですね それから東京都水道局ではあの非常にこれまで直結給水ということであの自水槽をなくしてですねパイプの中にある圧力を直接利用してあの水道を供給するシステムというのを使ってま都市全体としてまエネルギーを削減するというような方策をしていますまたあの東京都下水道局でもですねあのソーラーパネルももちろんそうですけれども。 下水、それから汚泥の処理それというようなところで,です、ね、エネルギーの削減ということをしていますし最近ではです、ね、下水処理の中心的な処理プロセスである活性汚泥法ですねここにコントロールシステムをうまく加えてです、ね、利用しているエネルギーを削減するということを我が国の中でもトップランナーとして取り組んでいるというところだというふうに思います。 あの東京はあの世界でも、ンたるメガシティの中で、えー、世界でもンたる上水道それから下水道のシステムを持ってます、えー、しかしあの今の、申し述べました通おりさまざまなあの課題が残っているということもまたあの事実だと思います。 我が国にはです、ね、東京都水道局それから下水道局を含めた事業体がありますけれどもそれだけではなくてです、ね、上水道それから下水道のシステムを国内で全てのあらゆる機器ですね装置を一貫して生産できる全ての産業を備えているという、まあ、世界の中でもです、ね、比較的数少ない国の一つだろうと思います。 こういった国でありますので水道事業体、下水道事業体とそれから民間の企業が手を取り合ってです、ね、力を合わせて将来考えうる気候変動それから巨大災害といったリスクに備えた巨大都市ならではのです、ね、施設を作っていくと。 ということが、我が国の特に東京都水道局、下水道局をはじめとした巨大都市に求められている状況にあるのではないかというふうに思います。本日、限られた時間ではありますけれども、東京都水道局、それから下水道局の方、それから民間企業の方にもご登壇いただきまして、ですね我が国の水産業が力を合わせて、どんなことが巨大都市の上下水道を支えるためにできるのかと。 いったことを皆さんと一緒にあの議論してまいりたいというふうに思いますご清聴ありがとうございました